はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。池田です。池田さん、今日もよろしくお願いします。ですね、今日は、ゴム隠しのアレンジをちょっと作ってみたんですけど、まあ、前にもちょっと紹介したんですけど、今回はまたちょっと違う、なんか斬新な感じでちょっとやってみたんですけど、すいません、このゴムを隠すときに、まあ、いろいろこう髪の毛を巻きつけてやるんですけど、あまりこう綺麗に隠れないとか、結構なんかそういう意見もいただいてて、まあ、今回のやつは結構綺麗に、まあ、ちょっとボリュームが出るような感じでちょっと髪の毛まとめてみたんで、こう結構シンプルな作り方で、可愛らしくできるかなと思いますので、このやり方でもよかったら参考にしてみてください。すいません、はい、そんな感じでじゃあ動画を始めていきます。じゃあそれでは動画をどうぞ。はい、じゃあまずモロッカンオイルをつけていきます。結構たくさんつけて毛羽立ちがなくなるのがポイントです。で、次に顔周りの髪の毛を少し下ろしておきます。こう前髪とサイドの隙間が埋まるぐらい下ろしてあげるとバランスが綺麗です。で、次に後ろで一つ結びしていきます。手ぐしでまとめてゴムで結んでいきます。で、次にポニーテールのこの毛先の部分ですね、両端を取り分けます。まあ大体でいいかなと思います。このぐらいの毛束、これを2つを交差させて、髪の毛を毛先をちょっと横にですね持っていきます。で、持ってきて合わせたところでもう一度ゴムで結びます。で、他の毛がちょっと絡まりやすかったりとかするので、その辺は注意しながら結んでください。こんな形になります。で、結んだところのこの空洞ですね、空洞が空いてると思うんですけど、そこをくるりんぱしていきます。くるりんぱしたところをギュッと縛ります。で、この部分ですね、巻きつけたところを少しルーズに動きをつけます。このぐらいボリューム出れば OK です。で、次にゴムの部分を持ちながらトップの部分を少しボリューム出します。ちょっとこう頭の形が良くなるぐらい、少しこう凹凸が出るぐらいで大丈夫です。で、顔周りをコテで外巻きに軽く巻きます。反対側も同様に外巻きに巻きます。で、毛先もまあお好みでコテで巻いてバランスを整えたらこれで完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。結構こうボリューム感があるこうゴムの隠し方になってます。結構シンプルな作り方になってますので、探してる方よかったら参考にしてみてください。